グローブです。ファスターサンズっていうね、ヤマハのね XSR700 が出た時になんかデザイナーとかなんかカスタムビルダーが絡んでなんかやった、ね、ブランドらしいんですけどね。物はねデグナーですね。これにデグナーって書いてある。なんかストリートでも使えそうな、オフロードでもいけそうなね、なんかちょっとスクランブラースタイルな感じが気に入って注文してみました。8640円税込み。結構安いですよね。本革ですよこれ。シャーリングもついててね、うん、なんかいいと思いますねこれ。ちゃんとプロテクターもこことついてて、まああんまりガード性能はねどうかなっていうところありますけど、街乗りには最適じゃないでしょうか。じゃあ今日も R1 でねできます。今日ちょっと奥多摩行ってみようかと思って、紅葉がねもうラストチャンスって感じだと思うんで、行ってこようと思ってます。ツイッターのねゆうさんと一緒に待ち合わせして2人で行ってきます。今日はねちょっとクイックシフターと、高速を少し試してどんなもんかなと、であとワインディングをね、楽しめればなと思っております。うん、結構あったかいなこのグローブ。使えるんじゃない？真冬は無理にしてもね、昨日ねR6 の方にグリップヒーター取り付けたんで、うん、いいかもしれないな。ちょっと結構形かっこいいっすよね。ファスターサンズ XSR のねコンプリートカスタムみたいなコンセプトでなんかホームページで見たことありますけど、なかなかねいいんですよね。さてさて、よし、じゃあここからね高速道路入っていきますね。このバイクは ETC がついていないのでチケットを取らないといけません。よいしょ、はい、さて、やっぱ ETC 便利だよな。 ETC はもうバイク必須品ですよね。こうなるとねもう大変、後ろの人にもねグローブ外してなんつってやってるから迷惑かけちゃうしね。いやバイクの料金所は相当神経使いますよね。軽いよな。こう合流の時のこのジャンクションの時のね合流はやばめっちゃいい音するっていうか高速やばい。ちょっと待てよ、R1 やばいな、高速マジか。なんだこのクロスプレーンの高回転がずっと使えるのやばいな。もう2速でいっちゃう感じ。これだよね、この音よく手元 GP で聞く音ですよこれ。うわすげえな。いやー、お、きれいきれい。R1 やっぱね別物ですね、本当に。もうなんか SS、 同じ SS ですけど、全く別物と考えないとなって感じだな。クロスプレーンの高回転やっぱ気持ちいいな。2速だったら80キロとか90キロぐらいで結構回転数6000回転か。高速2速巡航ってなんだよっていう感じですよね。すごいな。今ね2速で6000から7000回転のあたりで、まあ、80キロから100キロぐらいの感じでね流してますけどね、アクセルのオンオフで、まあ、多少ありますけど、突きの強さみたいのが、でもそんな言うほど辛くないですね、点数ぐらい。3速にすると本当快適。これ6まで使うのかな本当に。早いぞ本当に。ああツアラーだわ。サーキットでスポーツ走行するときはねもっと回転数上がるんでしょうけど、3000、4000回転ぐらいの6速ツアラーですね本当に。これはいやすごいわ、素晴らしいです。さあゆうさん来てるかな。ああそうだよね、やっぱハンドル高さがねやっぱ大事っすよね、R1 はさ結構高いんですよこれ、ハンドルの位置が。だから首が結構上がって全然首が疲れないんですよね。だからまあよっぽど R6 が下についてんだなっていう感じ。そうだよね。いやー R1 はでもこれ本当これだけ持つんだったらいいかもな、やっぱりこの1台だけバイクを持つんだったら R1 相当懐深いから、うん、これはいいのかもしれないな。そうですね、うん、まあそうですよね、そうだよね、頑張ってないと進まないっていうのはやっぱロン2は疲れますよね。お、自転車。そうか。わあ、速いなやっぱこのバイク。すごいわ。なんか何も考えてでも速い。まあでもリッターにしては本当軽いなこれ。ヤマハか、ヤマハは僕も実はいっちゃん最初ドラッグスターだったから、あれはマグナ、うん、V2 マグナね、ありましたね。うんうんうん、うんうん、ジャズっていうのもありましたけどね、うん、ジャズっていうマグナよりちょこっと小ぶりになってるんだけど、それもアメリカンで 50cc でやっぱホンダなんだよね。ヤマハはあと DT230 っていうランツァってオフロードツーストの乗って、あとヤマハ、あと WR か。もう本当僕ずっとオフロード系のが好きだったから、もう川崎はエストレアとかね、 KLX とか乗ってたけど、そういう意味ではスズキがこの前珍しかったんだよね、 GSX は、うん、かっこいいっすね。 M3 っすか、あれ M3 が一番いいっすよねやっぱね。やっぱ BM 速っ、怖え。追いつけないですね。そうっすよね、四輪はやっぱ恐怖心は少ないよ。もはや一足になっちゃったよ。あ、すげえ S660 祭りだ。往復ここでまあ確かにね。よっしゃ、じゃあ行きますかね。よっ、あー寒くなってきたなこれは。ちょっと早いとこ脱出しないとやばいかも。ああ、そっか、5時ぐらいか。うん、サクッとちょっと魚道行くならあれだなあ。閉館だよ、残念。白丸。白丸魚道何時までなんだろう。まあダムは見れるからドローンでも飛ばしましょうか。よいしょ。ああ、そうですね。あ、4時だ、4時。先に来るべきだったね、やっぱね。あ、もうやってねえんだ。そもそも。おお、ここ完全にヘリポートじゃないですか。ね、よしよし、ドローン展開だ。わあ、すごい。さて、いけるか。よいしょ、頑張ってくれ。よっしよっしゃ、白丸ダムは、漁道は閉鎖されてました。4月までお預けっすね。よいしょ。よいしょ。じゃあ解散ですかね。じゃあお疲れした。アイス。いやー、マックですっごい長い話しちゃいましたね。今日はね、ツイッターのねゆうさんと奥多摩の方行きまして、ちょっとねドローンなんかも持って行って R1 も試してみたんですけどね、なかなかね、やっぱりワインディングがほんとね、まあ3速まではちょっと上げれなかったですね、怖すぎて。1速2速で流すっていう感じでとどまりましたけどね。うわー、まあ峠でもやっぱ速いっすね、本当にこのバイクは。まあガンガン飛ばしたわけじゃないんでね、あれですけどね。いやでも寒いな、ほんと寒いぞ。もう7度って書いてあったな。いやでもR6 でね奥多摩行った時はね、やっぱ首が結構痛かったですけどね。本当にね首はもう全然ポジションが違うんでね、そこは有利ですよね。よいしょ。まあ夜は快適だけど今日はちょっと寒いな。でもうだいぶ寒くなりましたね。いやでもこう寒いとね、あれですね、エンジンの排熱、これはね助かりますね、正味な話。夏はちょっと乗りたいとは思わないですけど、こう寒いと本当エンジンの温かさが嬉しいですね。今日はね中央道の高速ちょっと入って、少し開けてみましたけどね、やっぱクロスレーンはこう回転数上げてなんぼっていうか、全く下道とは違ったね、顔を見せましたね。まあほんと全然怖くないっていうか、スピードが出ててもすごい安定性でしたね。よいしょ。 16.2 リッターか。 16.2 リッター。よいしょ。トリップトリップ 190.5 に対して16.19。 いやー、だいたい12キロちょいなんだな、リッター。12キロ弱か。まあほぼ下道でしたからね今回は。よし。約12キロ弱ですね。まあ下道がほぼね 90% だったんで、まあちょっと条件的には厳しかったですけどね。まあ確かにこれはね奥多摩ぐらいの距離、まあちょこっとあるんですけどね、 R6 だと結構頑張って帰ってくる感じなんですけど、R1 はね、ほんとこう深夜の直線とか、高速とかはね、やっぱ安定してますよね。すごい楽な感じがします。ポジションの違いもあるんだろうな。ポジションと、まあ、圧倒的にトルクが違うっていうところで、R6 と比べてやっぱり距離は長いですね、抜いてる距離はね。まあ夏結構いっぱいどっか行くっていう方にとっては噂話は聞きますけどね、やっぱりかなり暑いっていうことはね。ただ秋口冬にかけては非常にいいですね。あったかい。はい、それではね、今回の動画はねこの辺で終わりにしたいと思いますけども、R1 ね、今回は峠を行ってみたわけなんですけども、高速もちょっと試せましたしね、またいろいろと分かったことがありました。もうちょっとね、借りてる期間ありますんで、またちょっとねどっか、行きたいと思っております。そうしましたらね、また、動画でねお会いできればと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、寒い、寒いよ、本当に寒い。電熱、もう電熱必要だこれ。